はい、皆さんこんにちは。歴戦2講師の河原です。では2019分野別過去問解析プラスアルファ討論最終回ですね、9回目の講義を行っていきます。演習対策ということになってきます。ではお手元合冊解説の、9回目の1ページですね、9回目の1ページ目開いてください。はい、直近平成30年度の本試験問題を使ってプレ講義を行っていきます。で、演習問題についてはやっぱ実際に解いていただいた方が力がついていきますので、ぜひ、一旦ですね、講義受講するのを止めていただいて、この平成30年度の本試験問題ですね、25ページからは回答用紙も掲載しておきますので、問題文は A4 版、回答用紙は B4 版という形で、コピー等としていただいて、ぜひ時間を計っていただいて、記述部分はいいので1ページ目、問いの2から問いの7ぐらいでいいです。計算部分、問いの2から問いの7でしたらば2時間で十分解けると思いますので、ぜひ2時間時間を計っていただいて、演習問題ですね、平成30年度の本試験問題解いていただいてからこの後の講義ですね、受講するようにしてください。はい、では解いていただいた手で確認をしていきます。はい、ではもう一度レジュメ1ページ目開いてください。はい、まずは計算前の記述部分ですね。問いの1、小問2つからなってまして、小問の1は、本件鑑定評価で求めるべき賃料の種類とその理由を簡潔に述べなさいとなっています。賃料の種類の確定ということになってきます。確認すべきところは依頼内容ですね。6ページ開いてください。はい、レジュメ6ページ進んでください。はい、6ページ開いてください。一番ローマ数字って依頼内容ですね。対象動産は1行目最後、高層事務所ビルの一室となっています。具体的な下に概要が示されているんですが、対象動産は、鉄骨鉄筋コンクリート像、地下1階地上9階建ての事務所の、最終業ですね。7階部分の事務所450平米が契約面積が対象不動産ということになってきます。で、この対象不動産について、依頼内容の 3行目、賃料改定の参考としてということですよね。7ページのところにも、依頼目的示されているんですが、7ページのところでローマ数字3の、縦4ですかね、依頼目的、賃料改定のための参考とありますよね。要はこれ改定場面ですので、これ継続賃料ですよね。高層事務所ビルの一室なので、1棟の建物およびその敷地の一部の、継続家賃の評価ですね、継続賃料というのが把握できます。で、継続賃料というのは各論第2章評価のたっては契約内容を変更せずに賃料を改定する場合の評価と、契約内容の変更に伴って賃料を改定する場合の評価と分かれてきます。で、本件はと言いますと、依頼内容第2段落見てください。依頼内容は継続中の建物賃貸借契約に基づき同一の使用目的において月額支払い賃料のみを改定する場合における賃料の鑑定評価と示されています。継続中の建物賃貸借契約に基づき同一の使用目的において月額支払い賃料のみを改定する場合となっています。このことはこの依頼内容に対応した7ページ、ローマ数字さんの縦に鑑定評価の条件のところの括弧1の丸1のところでも、鑑定評価の条件としても今の内容が示されています。要は契約内容を変更せずに月額支払い賃料のみを改定する場合の継続賃料の評価の場面なんだということになってきます。もう一度6ページなので、この依頼内容から求めるべき結論としての鑑定評価額が月額支払い賃料と推定できます。結論として求めるべき鑑定評価額がこれ月額支払い賃料と把握することができます。では踏まえて、じゃあ回答例見ていきましょうかね。では19ページ開いてください。回答例19ページ。はい、回答例19ページ開いてください。では一番上、
賃料の種類の確定ですね、文書のところ。本件鑑定評価の依頼目的、賃料改定のための参考に対応した条件、継続中の建物賃貸借契約に基づき、同一使用目的において月額支払い賃料のみを改定する場合における賃料の鑑定評価により、求めるべき賃料の種類を不動産の賃貸借の継続に係る特定の当社間において成立するだろう経済価値を適正に表示する賃料である継続賃料と確定しています。結論としては継続賃料です。ただ一定の記述をしていく必要があります。まずは具体的な依頼目的、本件は賃料改定のための参考でしたね、に対応した条件、継続中の建物賃貸借契約に基づき、同一の使用目的において月額支払い賃料のみを改定する場合の賃料の鑑定評価の場面なんだ。故に求めるべき賃料はしっかりと定義ですよね、不動産の賃貸借等の継続に係る特定当社間において成立するだろう経済価値を適正に表示する賃料である継続賃料と確定した、しっかりと記述をしていくということになってきます。はい、ではもう一度問題文1ページですね、レジュメ1ページ戻ってください。もう一つ記述がありました。はい、1ページ問いの1の括弧2ですね、小物2、小物2、どのような鑑定評価書を提供して鑑定評価後決定すべきか簡潔に述べなさいとなっています。適用書ですね、鑑定評価の手法の適用ですね、どういった書を適用して求めていくべきなのかってことですね。ただ適用すべき書は問題文で明らかに示されてますよね。それは問4以降でした。問4で差額配分法、問5で利回り法、問6スライド法、問7賃貸事例比較法、要はこれ継続賃料を求める鑑定評価の4手法ですよね。まあ差利賃なんて語呂合わせで、なので適用すべき書がね明らかになっています。なのでこう簡潔に、では回答例19ページ、はい、19ページ回答例見てください。はい、問いの1の括弧にですね、適用書です。本文、本件は建物およびその敷地の継続賃料の鑑定評価であり、基準各論第2章における宅地の継続賃料を求める場合の鑑定評価に準じて、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法を適用して鑑定評価を決定するとなっています。価格の評価の場面においては、各論第1章の場面においては、類型以下によって適用すべき章が示されてますので、まず冒頭で示すべきものは、価格の場合には類型です。一方、各論第2章というのは、賃料の種類ごとに求め方が示されてますので、まずは冒頭で本件は継続賃料の評価の場面などしっかり指摘する。さらには、家賃か地代かによって適用すべき章が異なってきますので、本件は、建物およびその敷地の継続賃料の評価の場面なんだしっかり示した上で、各論第2章の原則論ですね、基準各論第2章における、まあ、宅地の継続賃料を求める場合の鑑定評価に準じてて基準上示されています。故に適用すべき章は問題文でも明らかな4章ですね、差利賃、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較を適用していくんだとの結論ということになってきます。まあ、簡潔に至りますので、この程度で十分ということになってきます。平成29年度までの本試験ですと、こう適用しない手法がありまして、その理由をしっかり述べるというのが、この手法の適用の記述においてはポイントになっていました。本件はね、すべての手法を適用していきますので、適用できない手法の理由は書く必要はないんですけど、もしも、やはり適用できない手法がある場合には、しっかりその理由をですね、まあ、定型文的なものを事前に押さえておいて、適用できない理由についてしっかりと示す必要があるということになってきます。では計算ですね、まずは指示事項波数処理ですね、問題文2ページ見てください。はい、指示事項のローマ数字1、共通事項のところの縦位置波数処理が示されています。2ページローマ数字1の縦位置のところ、原則整数なんですけど、2行目正しい項から見てください。取引事例から批准した価格、工事価格の理順とした価格、建物最上達限が土地建物に帰属する負担費用、1棟の建物およびその敷地の価格、対象不動産の基礎価格、各資産賃料並びに鑑定評価額については、上位3桁有効数字として取り扱っていくんだということになっていきます。賃料の評価においては、まあ、このように、まあ、細かく上3桁有効数字として取り扱うものが指示されるのが通常ということになってきます。逆に言うと、これだけ細かく指示されていますので、これ以外のものについては上3桁有効数字にしては一応減点対象の可能性があるということになってきます。つまりは、例えば
原価額とか、あとは一棟の建物及びその敷地の最調達原価ですね。一棟の建物及びその敷地の最調達原価とかはこの上3桁有効数字出てきていませんので、まあ、原則通り整数として求めていく必要があるんだということになってきます。では問題文1ページまた戻ってください。はい、まずは具体的な手法を適用する前段階で計算させるような指示がなされています。1ページ問2と問3を見てください。問2、対象不動産の損する1棟の建物及びその敷地の価格を求めなさい。問3、対象不動産の基礎価格を求めなさいとの指示になっています。まずは全体の1棟の建物及びその敷地の価格を求めて、さらに対象不動産の基礎価格をまずは手法の適用前に求めていきます。では1棟の建物でその敷地の価格全体の価格ですね、指示事項ですね、2ページ開いてください。はい、真ん中ちょっと下、問2、1棟の建物でその敷地の価格についてと書かれているところを見てください。縦2から見てください。縦2、1棟の建物及びその敷地の価格は原価法を適用して求めなさいと指示されています。全体の価格は原価法を適用して求めなさいとの指示です。では最調達原価必要ですね。縦3、最調達原価は更地価格に建物最調達原価を加算して通常の付帯費用を含まない土地建物一体の最調達原価を求め、この額に通常の付帯費用を加算して求めることとなっています。最調達原価、更地価格を求めて、さらに上物建物最調達原価を求めて、で最後まとめて通常の付帯費用を加算していくってことですね。これ平成29年度の本試験と同じ処理パターンということになっていきます。では更地価格はどう求めるかというと、縦を見てください。更地価格は取引事例比較を適用して求めると指示されています、まあ、通常通りですね。更地価格、取引事例比較を適用していきます。で、取引事例確保、基本的には定型的なんですけど、通常と異なるところというと、まずは、では、縦語の括弧1見てください。縦語括弧1。括弧1。別紙2資料と資料3、標準値取引事例との概要に記載の各取引事例の中から、最も適切な取引事例を1つ選択して計算していきなさいとなっています。今までの本試験ですと通常3つの事例を選択させて更地の基準価格を求めさせるというのが通常だったんですけど、まあ、本件はこれ継続賃料の評価で全体のボリュームがあるので、この更地の基準価格については事例については1つだけ選択させて、ここでボリュームをちょっと抑えてるってことですね。一応3事例与えられてるんですけど、そのうち1つの事例だけを選択して取引事例から基準価格を求めなさいとの指示になっています。あとは建物の括弧に見てください。取引事例が建物及びその敷地の場合は配分法等により取引事例の土地価格、さらしとしての価格、単価を査定した上で批准すること、その際取引事例の土地価格、さらしとしての価格、単価の査定根拠を記載する必要があるのということになってきます。事例のさらしとしての価格の単価の査定根拠、記述しなさい、形成、これ28年度の本試験パターンということになってきます。では事例表で確認していきましょう。12ページ事例表を見てください。はい、12ページ事例表を見てください。はい、事例表が示されてまして、でまず不採用からですね確認しておきましょうかね。では一番下、事例派の備考欄見てください。事例派の備考欄、まずはそうですね、類型から見ましょう。事例派、事例派は借地権付き建物ですよね。複合不動産でこれ配分法等々を適用していく必要があるんですけど、これ更地を内包していないですよね。さらに備考欄見るとこう詳細不明となっているので、例えばこの含まれている借地権価格から更地価格をさらに求めるための資料とか与えられているかというと与えられていませんので、これ配分法を適用することができないので派はね不採用ということになってきます。すぐ上、炉のところを見ていただいて、やはり備考欄のところですね。備考欄最終産業。取引価格は市場価格よりも割安と判断されるが、取引にあたっての詳細不明となっていますね。割安事例なのに詳細不明となってますよね。なので、これ、事情性、可能性に欠けるということで採用できない。つまり採用すべき事例は1事例。
事例の意ということになってきます。で、備考欄見ていただくと、老朽化建物が損する現況融資の取引、買い主が取引費を負担することで当社合意しており、その額が取引額に反映されている。これ大丈夫ですよね。典型論点、買い主負担の建物取り壊しを加算の論点です。加算すべき取引価格の解体費用の単価が2万円平米単価と与えられてますので、真ん中数量と示されているこの事例の延べ床1000平米に2万円をかけたものを表に出てきた、この11億800万円の取引価格に加算して、で求めるべきものは単価なので、この土地の面積が800平米で割ることによって事例の足立価格の単価を求めていく、そういった処理が求められているんだということになってきます。あとは、この平成30年度の本試験問題は、事例表の一番下中の2のところを見てください。1棟の敷地の個別適用にかかる評点は標準的プラスマイナス 0% なんだ。対象土地の評点が事例表の下のところで指示されています。今までの本試験ですと個別分析のところまで探しに行かなきゃならなかったんですが、この平成30年度の本試験問題は丁寧に事例表の下のところでしっかりとこう示してくれている、そういった表現になっていました。では回答例見ていきましょう。19ページ回答例見てください。はい、回答例19ページ見てください。まずは全体1棟の建物でその敷地の価格ですね。で、最長渡す金額がローマ数字1で、まずは更地価格を取引事例価格に求めていきます。採用した事例について取引事例価格を適用していきます。で、工事価格を乗り順とした価格を求めてバランスをチェックしていきます。で、ゴシック体になっているところは回答例にも示されているところなんですけど、この工事価格を乗り順とした価格以降ですよね、こっから先は全て自分でこれ項目立てをしていかなきゃならない、そういった問題でした。今までの本試験ですと、例えば平成29年度の本試験問題ですと、もう少し項目立てが回答用紙に示されていたんですね。例えば19ページ一番下、この更地価格というのは平成29年度ですと項目立てとして回答例に記述されていましたし、さらには20ページ移っていただいて、20ページローマ数字にこの原価額ってありますね。これも平成29年度の本試験までですと回答例に項目立てがあらかじめありました、回答用紙に。あとは一番下ですかね、ローマ数字3、1棟の建物及びその敷地の価格、まあ、結論ですよね。こちらについても平成29年度までの本試験ですと回答用紙に項目立てがあったんですけど、平成30年度はこれらを自分で項目立てをしていかなきゃならなかった、まあ、そういった意味ではね、ちょっとね内容が難しかった問題だったということになってきます。で、乗り順価格についてはもう一度19ページ戻っていただきまして、はい、一番下更地価格定型文ですよね。基準価格は市場の実態を反映し実証的であり、工事価格を乗り順とした価格との均衡を得ていることから更地価格を11億1000万円と査定したとなっています。当たり前のように基準価格を更地価格とするんじゃなくて、基準価格が説得力を有するんだって、プラス面、つまり市場の実態を反映し実証的なんだ、これ定型部キーワードですね。で、さらに乗り順価格との均衡バランスをチェックして均衡を得ていると確認したので、基準価格をもって更地価格11億1000万円と査定したと結論付けていきます。まあ、このあたり定型文ということになってきます。では上物ですね、建物再調達原価指示事項としましては、では問題文ですね、レジュメ3ページ戻ってください。はい、レジュメ3ページ戻ってください。乗り順価格を求める式のすぐ下のところですね、カッコ7というところを見てください。カッコ7、建物再調達原価は直接を適用して求めなさいと指示されています。直接を間接をあるんですが、本件は直接を適用して求めなさいと指示されています。で、カッコ8、負担費用なんですけど、どう求めるかというと、2行目後半から、さら地価格に建物再調達原価を加算した額の 10% として求めていきなさいと指示されています。これ平成29年度の本試験と同じパターンですね。
同じ指示ということになってきます。では直接法を適用する際の建築工事費ですね、14ページ開いてください。はい、一番上資料の5となっているところですね、そちら見てください。資料の5、まずは後々、いつ建てられたのか竣工したのかというと、対象建物は1棟の建物は平成25年の6月1日に建てられています。平成25年6月1日に竣工しています。で建築工事費は16億8000万円ですね。で標準的なので自浄性不要、さらには自転修正は建築当時から価格時点まで 6% 上昇してるってことですね。これらの数値を使いまして、では回答例20ページ開いてください。はい、回答例20ページ、はい、一番上ですね、与えられていた16億8000万円に自浄性不要で自転修正 6% 上昇なので100分の106で、これ上3桁有効数字の指示がありましたので17億8000万円と求められます。で下括弧3ですね、通常の付帯費用、さらち価格とあとは建物最長と原価の合計の 10% として、これ付帯費用が2億8900万円と求められます。で全てを合計すると、でここは上3桁有効数字の指示がありませんでしたので、そのまま31億7900万円と全体の最長達原価が求められます。で原価額ですよね、ここ自分で項目立てをしていく必要があります。項目立てとしては土地で建物、あとは通常の付帯費用、さらには一体ですね、建物及びその敷地で合計という形ですね。こういった形でこう自分で項目立てをしていく必要があります。で、この通常の負担費用の処理としましては、これ定型的な処理なんですけど、この区体部分のこの年数ありますよね、6たす44分の6ですよね、この年数をまま使って計算すればいいというのが、まあ、定型的な処理ですね。本件でもそれが求められていたんだということになってきます。でこの6年と、まあ、経過年数6年と、あとは経済的残存対応年数の44年ですね、まあ、区体部分で言いますと、これはどう把握するかと言いますと、じゃあ問題文3ページですね、レジュメ3ページ戻ってください。はい、レジュメ3ページ戻ってください。下括弧9のでは丸3見てください。括弧9の丸3見てください。建物の躯体部分の耐用年数は50年、仕上げ部分の耐用年数は30年、設営部分の耐用年数は15年と指示されています。50年、30年、15年ということですよね。で今までの本試験ですと、さらに個別分析のところで躯体仕上げ設備それぞれごとの経済的残存対応年数が示されていたんですけど、この平成30年度の本試験問題はそれが示されていなかったんですね。なのでこう経過年数を把握して、この全対応年数から経過年数をマイナスすることによって経済的残存対応年数を推定する、ね、そういった判断が必要だったということになってきます。じゃあ経過年数はと言いますと、指示がありましたよね。じゃあ2ページ戻っていただいて、2ページ、ローマ数字共通事項のところの、縦6のところを見てください。2ページ縦6見てください。2ページ縦6、建物について建築時点から価格時点までの経過期間の算定上、竣工後1年未満であっても1ヶ月以上経過したものについては経過期間を1年として算定すること、指示がなされています。1ヶ月以上経過したものについては経過期間を1年としてカウントするような、これ平成27年度の本試験でもこの指示がなされています。本件建てられたのが先ほど確認しました平成25年6月1日で、価格時点が平成30年8月1日なので5年と2ヶ月かかね経過しています。ってことは経過年数としては切り上げて6年ですね、6年という形で把握していく必要があるんだということになってきます。で結論としましては、じゃあ回答例20ページはい、回答例20ページ開いていただいて、
はい、一番下ですね、最長到達原価から原価確保を控除して、結論として全体の建物価格、1トン建物とその敷地の価格が、これ上3桁有効数字で27億4000万円と求められます。で今度は対象を落とすのは基礎価格ですね、指示がありました。では問題文4ページですね、レジュメ4ページ戻ってください。はい、一番上問い3ですね、対象不動産の基礎価格についてというところを見てください。縦に見ていただくと、対象不動産の基礎価格は問い2で求めた1棟の建物およびその敷地の価格に、これ階層別公用費等とまとめてに基づく配分率を乗じて求めなさいと指示されています。本件全体の一部ですので、要はこれ区建ての積算価格の求め方に準じて全体の積算価格に、まあ配分率を乗じて求めなさいとの指示がなされています。本件はこう一別は考慮する必要がないので、まあ階層別等々の公用費に基づく配分率ですね、配分率が括弧書きで指示されていますね、丁寧に、こちらですね、配分率というのは対象動作に帰属する公用席数の1棟全体の公用席数の割合ですよね。まあ、公用席数の割合として配分率を求めなさい。で、公用席数というのはさらに下、お目印で注意書きありまして、賃貸面積に階層別公用費等を乗じたものを言うんだということになってきます。で、求める配分率はこうパーセント表示で、まあ、小数点以下第4位を下誤入して求めなさいと指示がなされています。じゃあ面積だったり比ですね、使っていきます。それは14ページに資料が与えられています。14ページ開いてください。はい、資料の6見てください。資料の6を見てください。対象不動産も含めて、まあ、対象不動産7階なんですけど、2階以上は、比も面積も共通ということですね。面積450平米で共通で、比も100ということですね。まあ基準と同じく100ということですね。で違うのは1階と地下1階ですよね。1階賃貸面積が390平米で、階層別等々公用費が120で、地下1階が賃貸面積300平米で、階層別公用費等々が30ということですね。この違いを踏まえて計算をしていく必要があります。じゃ回答例21ページ開いてください。はい、21ページ開いてください。上問3のところですね、ローマ数字と配分率です。要は7階ですね、対象不動産をするから7階、賃貸面積450平米に、階層別公用費等と100でしたね、公用席数を求めて、であとは全ての階の公用席数を求めて、それを合計した公用総席数ですね、地下1階から9階まで全て公用席数を求めた公用席数、公用総席数ですね、公用席数の合計で7階の公用席数を割りますと、配分率が 10.823% とこれ求められます。10.823% ですね。でこれをローマ数字に問い2で求めた基礎価格にかけますと、上3桁有効数字で基礎価格が2億9700万円と求められます。でこの基礎価格というのは賃料を求める過程の中での価格概念です。賃料契約ありきなので、契約原価というものを考慮していく必要があります。定型文です。本件賃貸借契約においては、賃借人の使用収益を制約する特段の条件とはないため、積算価格をもって基礎価格を2億9700万円と査定した。これ定型文ですね。本件契約においては、賃借人の使用収益を制約する特段の条件はないんだ。まあ契約原価発生していないので、積算価格をもって基礎価格とするんだとの定型文ということになってきます。もしも契約原価をさせる場合には問題文でこう明らかな指示がありますので、そういった指示がない限りはこのような定型文を示した上で積算価格をもって基礎価格とすれば良いということになってきます。はい、でやっと手法に入っていくということですね。まずはじゃあサリシッチの差額配分法ということですね。では問題文4ページ戻ってください。はい、問題文4ページ戻ってください。
はい、下ローマ数字4ですね。問4について、坂階分法ですね。坂階分法ってどんな手法ですかね。坂階分法というのは適正な賃料と実際の賃料との差額を把握して、それに賃貸人等に帰属する分の割合をかけて、それを実際の賃料に加減することによって継続賃料を求めていく、そういった手法です。なのでまずは適正な賃料を把握する必要があります。それが縦位置のところを見てください。適正な賃料を把握していく必要があります。対象動産の経済価値に即応した適正な月額実賃料は積算法賃貸事例価格を適用して求めると示されています。適正な賃料というのは新規賃料です。なので新規賃料を求める手法で求めていきます。具体的には本件ですと積算法と賃貸事例価格ですね。通常積算法だけというのが多いんですけど、賃貸事例価格も適用させてますので、この点でもちょっとボリュームがある問題と言えます。では積算法適用過程です。縦2の括弧1から見てください。縦2括弧1、積算法の賃料は問3で求めた対象動産の基礎価格に期待利回りを乗じて高くに必要諸経費と加算して求めていきます。じゃあ期待利回りと必要諸経費はってことですね。括弧2、期待利回りは別紙に、資料と資料なら各種利回りの中で最も適切なものを選択して採用すること。括弧3、必要諸経費とは別紙に資料と資料8、価格時点で起きる必要諸経費とをによるんだということになっています。では資料の7と8ですね、14ページ開いてください。はい、下資料7、8があります。期待利回りはね、もう一つしか与えられてないですよね。もう 5% 使っていきます。 5% ですね。ちなみに焼却前の期待利回りが 5% と与えられてるんですけど、例えば焼却前と後、焼却後と焼却前の期待利回りが与えられている場合には、じゃあそれ判断基準はどこかというと下ですよね。必要諸経費等です。本件は原価償却費を除くってなってますよね。必要諸経費等として原価償却費を計上しない、これに対応した期待利回りが焼却前の期待利回りです。原価償却費分を必要諸経費として控除していかないので、必要諸経費、原価償却費が除かれていない償却前の期待利回りを使って純収益を求めていく必要があるんだ。これ対応関係ですね。なので償却前と後が与えられた場合にも、本件は原価償却費を除く計上しないので、償却前の期待利回りを採用しなければならないということになってきます。であとはこの必要諸経費等でしょうね。貸出準備費は敷金によって担保されているので計算する必要ないんですけど、で損害保険料まではもう合計額が与えられてますね。559万円。ただ問題は一番下空損ですね。年額実賃料の 4% との指示がなされています。これ現行の年額実賃料ではないですからね。これから求めるべき年額実賃料の 4% が循環論的な指示になっています。この処理が賃料のポイントです。賃料でのこう処理のポイントは、この年額実質賃料、これから求めるべき年額実質賃料の何パーセントみたいな指示が必要諸経費等のところで与えられる場合には、これ年額実質賃料 X と置いた形でこれ対応していきます。回答例21ページ見てください。はい、真ん中ちょっと問4のところですね。年額実質賃料を X と置いた形で計算をしていきます。はい、積算を適用していきます。すぐ上で求めたこのね、問3で求めた対象不動産の価格時点における基礎額2億9700万円、これを引っ張ってきましてね、引っ張ってきて価格時点で基礎価格2で与えられていた償却前の期待利回り 5% をかけて、でさらには必要諸経費と年額実質賃料 X といて559万、足す、年額実質賃料 4% が空損でしたので、0.04X という形です。で基礎価格に期待利回りかけると純賃料が求められて、これ純賃料プラス必要諸経費等なので、これ結論としてはこれ年額実質賃料が求められる式になっています。なのでイコール X として、この一次方程式を解いていくことによって年額実質賃料を計算していきます。この 0.04X がこの右辺に来ると、まあ、0.04
96x になるということですね。つまりこう 0.96 でこの 0.04 から前の合計を割りますと、年額実質賃料が2129万1667円。ただ求めるべき結論としての鑑定評価が月額ベースなので、最後割る12ヶ月ですね、割る12ヶ月することによって上3桁有効数字で、積算賃料が177万円と求められるということになってきます。ちなみに、違う処理のパターンとしては、月額の実質賃料を X と置くパターンもあると思います。そういった処理をしている方もいると思います。それは間違いじゃないです。そうなってくる と、この X がこの年額になると 12X になるということですね。月額を X とすると年額実質賃料の 4% なので、これ 12X なので 0.04×12X で、これ 0.48X になりますよね。でイコールこれ 12X ですね。これ年額実質賃料が求められる式なので、なのでこれ右辺に持ってきますと、11.52X ですかね。でそれをこの 0.48X の前の合計割りますと、これ一気に結論としての月額の実質賃料が求められるという処理になってきます。月額実質賃料を X と置くと、この一旦年額求めて月額って処理がなくなって、いきなり結論が求められるということになって、まあどちらがいいかともね、いろいろあるんですけど、まあこの回答例は年額実質賃料 X と置いた処理にしています。はい、では今度は賃貸事例比較法ですね。4ページ戻ってください。はい、では問い4の縦3のところの、まずカッコ3のところに式が与えられています。賃貸事例比較法というのは、こう様々な式が考えられます。いろんな式が考えられます。ここで与えられている式は、事例の月額実質賃料の単価から事情性、事前修正、標準化をして地域要因に比較、まあ品等の比較ですね。さらに面積をかけることによって、賃貸事例から比前した賃料を求めるという式が与えられています。で上戻っていただいて、カッコ1のところを見ていただくと、事例なんですけど、複数与えられてるんですが、そのうち最も適切な賃貸事例を1つ選択しなさいとなっています。やはり1つ選ぶということですね。で選んだ事例については、月額実質賃料の単価の査定根拠ですね。この式はスタート時点は事例の月額実質賃料単価から批准していくので、その査定根拠を合わせて回答用紙に記述する必要があるということになってきます。では、適切な事例を一つ選択する必要があるんですが、この賃貸事例の、選択の歳費の判断基準ですね。回答例21ページ開いてください。21ページはい、枠囲みで参考という形で歳費の判断基準を真ん中ちょっとした示してあります。まずは新規か継続か、さらには用途、あと賃貸形式、規模だったり間取り等ですね。これらを使って判断していきます。でコンファ参照で、一時金の条件の多少の違いはこう不採用理由とはならないんだということになってきます。もちろんかなり額がね、月数なんか違ってきますと、それは不採用理由になりますが、多少の違いはこれね、採用不採用の判断基準になってきません。本件はこれ新規賃料を求める賃貸事例比較法の適用場面ですので、ここですと。なので本件は新規の場面で、用途としては事務所で、賃貸形式や、フロア貸しでしたよね。で、規模が450平米でした。で踏まえて、じゃあ事例ですね、最も適切なもの、問題文13ページはい、事例表を見てください。まず大前提として、上の事例表のところの、左から3つ目種類というところで、上2つあといはこれ新規賃料に関わる賃貸事例で、一方下2つうとえは継続賃料に関わる賃貸事例ですよね。なので今
賃貸事例確保は新規の棒への賃貸事例確保を提供する場面なので、これ必ず新規のものってことですね。つまり、うとえは採用してはダメということです。つまり、あといのいずれか一つを選ぶ必要があるということになってきます。あとはじゃあ用途を見ますと、対象不動産事務所であるのに、賃貸事例は店舗ってなってますよね。事例の概要のところ。なので、採用すべき事例は、そんなに判断難しくないですね。事例、あという形で判断することができます。ちなみにこの後継続にかかる賃貸事例比較も適用していくんですけど、継続の場合はちょっと採用の判断が少しだけ、明らかに不採用というのは、ね、理由はないんですけど、うとえを比較すると、うは近隣地域に損していて、賃貸された時点も6月で新しくて、さらには備考欄を見ます と、鑑定士の鑑定評価をもとに賃料を決められてるってことですね。まあ、適正な水準なんだとの、ね、指示がなされてます。でここから継続にかかる賃貸事例確保で採用すべき事例は、このうの方を採用するという判断になってきます。では事例の月額実施の単価を計算するってことですね。じゃああのところを見ていただいて、左から5つ目ぐらいですかね。月額支払い賃料が143万円で、敷金10ヶ月と示されています。その他礼金等々は示されていません。ではこの運用益求めるための運用利回りですね。それは問題文14ページ先ほどの期待利回りが示された各種利回りのところで、運用利回りが 1% と示されてますね。これ使って計算をしていきます。回答例21ページ開いてください。はい、最終2行のところを見ていただいて、事例なですよね。月額支払い賃料143万円に、で敷金10ヶ月でしたので、143万かける10ヶ月分より 1%。 これ月額ベースで求めますので、一時金絡みはこれね、年額が求められてますね。最後割る12ヶ月忘れないようにするってことですね。実際本試験でもこの割る12ヶ月忘れてしまったって方いますので、賃料の場合にはこのね、かける12ヶ月とか割る12ヶ月注意をして処理していく必要があります。で求める分が単価なので、事例の400平米で割りますと3605円ですね。それを使って比重をしていくんだということになっております。でいろんな式が与えられるんですけど、一つ根本的なルールとしましては、この式の下分母に入るべきものは、これ基本事例の数値です。事例です。一方、分子上のラインに入るものは、求めるべき対象不動産に関わる省略形で数字なんだということになってきます。このルールを押さえておけばそんなに間違えずに済むと思います。下のライン分母は資料、要は事例の数値、一方上のライン分子は求めるべき対象不動産の数値を入れていく、まあそういった形でこう判断していくようにしてください。で積算賃料としては177万円と求められていまして、あと賃貸事例比較としましても結論同じですね。177万円、これ出しっぱなしじゃなくて調整をしていく必要があります。22ページ22ページ調整をしていきます。本文、元本と開示との相関関係に着目し、理論的である積算法の積算賃料と現実の賃貸市場を反映し、実証的である賃貸事例比較法の基準賃料は一致して求められたため、対象不動産の経済価値に属した適正な実賃料は177万円と査定したとなっています。一言でいいので、こう理由をね、まあ手法の長所を示しながら一言でいいので理由を示して、まあ、本件一致して求められてますので、両者を重視して177万円と結論付けています。これが適正な賃料ということですね。で差額配分法ですね。差額配分法、適正から実際マイナスして、で賃貸人等々に帰属するの割合をかけて、それを実際に加えていくということなので、割合と実際の賃料の把握がさらに必要です。割合については問題文4ページ戻ってください。
はい、賃貸事例からこの資金のすぐ下、建屋のところを見ていただくと、賃料差額のうち貸主に帰属する分は、まあ、2分の1ですね、まあ、本件2分の1法適用するとの指示になっています。では実際の賃料はってことですね、契約書が示されていました。一番最後の資料ですね、16ページ開いてください。はい、契約書が示されていまして、では、3条のところを見てください。3条ですね、3条、各1のところで月額賃料が157万5000円と示されています。あとは4条のところを見ていただきまして、敷金が各1 10ヶ月分となってますよね。でこれを踏まえて実際の賃料を自分で計算していきます。回答例22ページ開いてください。はい、ローマ数字に差額配分法による資産賃料というところを見てください。まずは実際の実質賃料を把握していきます。契約内容が示されていた月額支払い賃料157万5000円に、敷金10ヶ月ですので、かける10ヶ月。で、運用利回り先ほどと同じですね、1%。これ求めるべきは月額ベースで求めるので、一時金絡み割る12ヶ月すると、実際の賃料が158万8125円と求められます。で、あとは差額配分法ですね、適用していきます。すぐ上で求めたこの適正な賃料を、持ってきまして、適正な賃料177万円から今求めた実際の賃料ですね、158万8125円マイナスして、でかける2分の1して、それを実際に158万125円に足すことによって上3桁有効数字で168万円と差額配分法によるこれ月額の実質賃料が求められます。ただ結論としての鑑定評価額は月額支払い賃料ですよね。じゃあここでさらに月額支払い賃料を求める必要があるかというと、その枠囲みのところを見てください。鑑定評価額として支払い賃料を求める場合においても、支払い賃料は実質賃料の一部として求める必要があるため、鑑定評価の章は実質賃料ベースで適用し、最後の鑑定評価額の決定で実質賃料から一時金の運用益消却額を控除して支払い賃料を求めていくんだということになってきます。結論として月額支払い賃料を求める場面であったとしても、手法の適用自体は実質賃料ベースで求めて、最後の最後の鑑定評価額の決定のところで支払い賃料を求めていくという流れになっていきます。では利回り法ですね、では4ページ開いてください。問題文4ページ開いてください。一番下最終2行を見てください。縦1、利回り法は問3で求めた対象動作の基礎価格に継続賃料利回りを乗じた額に必要諸経費と加算して求めていきます。ポイントはこの継続賃料利回りですね、5ページ上縦に見てください。継続賃料利回りは直近合意地点の実績純賃料利回りに対して 10% 増加したものとして求めていきます。要は直近合時点の基礎価格に対する純賃料の割合を求めて、それに 10% 増加なので、まあ、1.1 倍することによって継続賃料利回りを求めていくんだ、その指示になっています。なので直近合時点における基礎価格と純賃料が必要になっていきます。縦さん見てください。直近合時点における対象動作の基礎価格はローマ数字3に掲げる指示項に準じて求めること、要はこれやっぱりくたての求め方に準じて直近合時点における基礎価格ですね、求めなさいということです。つまり下括弧1、直近合時点における1棟の建物及びその敷地の価格は28億4000万円、直近合意地点における全体の価格が28億4000万円と与えられていて、で括弧2、階層別公用費等につく配分率は問3で求めた配分率を採用すること、配分率は共通で先ほど求めた 10.823% を使って直近合意地点における基礎価格を求めればいいんだということになってきます。でさらには直近合意地点における純賃料が必要になってきます。縦を見てください。直近合意地点における必要諸経費等は別紙に資料9によることとなっています。
15ページ資料9見てください。15ページ、はい、直近合意時点の必要諸経費等がもう結論が与えられてますよね。626万2000円で、必要諸経費とは何とともに実質賃料を構成するかというと、純賃料とともに必要諸経費、実質賃料を構成しますよね。純賃料プラス必要諸経費等で実質賃料ということは、実質賃料からこの必要諸経費と考慮すれば直近合意時点における純賃料を把握することができるということですね。じゃあ直近合意時点における実際実質賃料はってことですね。実質賃料、直近合意時点では現行賃料を定めた時点ということ、つまり現行賃料に基づく実質賃料が直近合意時点における実質賃料ということです。それはもうすでにこれ求められているんですね。それが回答例22ページ下問い5のところを見てください。問い5、利回り法。まずはローマ数字括弧1で直近合意時点全体の価格にこの 10.823% を求めて、これ直近合意時点の基礎価格が求められていまして、で括弧ローマ数字2のところで、こう直近合意時点における純賃料は直近合意時点の実質賃料から直近合意時点の必要諸経費と控除して求めていきます。で直近合意時点における実質賃料というのは現行賃料に基づく実質賃料です。それはこの差額配分法のところでここで求めてますよね。これ現行賃料に基づく実際実質賃料です。つまりこの158万8125円、これを持ってきます。これを持ってきます。ただこれ月額ベースで求めています。継続賃料利回りは年率で求めます。つまり直近合意時点における純賃料も年額で求める必要がありますので、差額配分法のところから持ってきてかける12ヶ月ね、年額にして、で与えられていた直近合意時点における必要諸経費と控除すれば、これ直近合意時点における純賃料約1279万5500円求められます。でこれを括弧1のこの基礎価格、直近合意点基礎価格で割って、で 10% 増加するのでかける1.1すると、継続賃料利回りが 4.585% と求められる、そういった処理ということになってきます。この差額配分法のところで求めたこの実際実質賃料、現行賃料に基づく実質賃料ですね、これが直近合意時点における実質賃料の、これ持ってきて、ただこれ月額ベースなのでかける12ヶ月をして与えられていた直近合意時点における必要諸経費等を控除することによって純賃料を求めて、それを基礎価格で割って 1.1 倍すれば継続賃料利回りが求められるということになってきます。では利回り法を計算していきましょう。下移ってください。ローマ数字、利回り法というのは直近合意時点の利回りを重視して継続賃料利回りを求めて、ただかけるべき基礎価格は価格時点のも、足すべき必要諸経費とも価格時点のものを使うことによって事情変更との調整を図っていくってことですね。つまり価格時点における基礎価格は問い3で求めてますね。だから問い3の基礎価格を持ってきて、で求めた継続賃料利回りをかけて、で価格時点における必要諸経費等というのはこれ積算法のところと同じです。積算法のところで21ページ、この積算法のところで月額実質賃料 X としてこの559万足す 0.04X ですよね。これ価格時点における必要諸経費等ですよね。これを持ってきます。これ共通です。これを持ってきて22ページ下で、これ年額の実質賃料が求められる式になってますので、イコール X としてこれ積算法と同じ処理です。この一次方程式を解いていくことによって年額実質賃料が求められて、割る12ヶ月すると利回り法における賃料が167万円と求められるということになってきます。処理は積算法のところと同じということになってきます。ではスライド法ですね。問題文5ページ。
はい、ローマ数字6、問6、スライド4についてというところを見てください。縦1、スライド4は直近合時点における純賃料に変動率を常時で高くに必要諸経費と加算して求めること、まあ、原則的な求め方で求めなさいということですね。縦2、スライド4の変動率は資料10で与えられている2行目、各指数に基づき求めた変動率の平均値をもとして変動率としなさいということになってきます。指数としましては、では15ページ、資料の10ですね。15ページ、資料の10。はい、指数が3つ与えられています。要は、これ、省略形で、価格時点における指数を、金合時点における指数で割れば、それぞれの指数に基づく変動率が求められる、そういったことです。それぞれの指数に基づく変動率というのは、価格時点における指数を直近合時点における指数で割って計算していきます。なので直近合時点を把握する必要があります。それは問題文2ページに示されていました。問題文2ページ見てください。共通の指示項のところのローマ数字1の最後、縦9のところを見てください。縦9、直近合時点は平成26年8月1日と示されています。ここに示されていました。なのでもう一度15ページ資料10見ていただいて、要は3つそれぞれの指数、一番下、平成30年8月価格時点の指数を平成26年の8月なので、この上から2つ目、26年8月の指数で割ってあげれば、それぞれの指数に基づく変動率が持つ。例えば一番右足、消費者物価指数ですと103分の100ということで、まあ、1.03、まあ、103% という形で 3% 上昇しているということですね。変動率が把握できます。それぞれ求めて平均化していけば、回答例23ページ。はい、変動率が平均値で 107.3% と求められます。で、スライド4を適用していきます。直近合時点における純賃料スタート時点です。で、それはすでに求められています。それは22ページ、この利回り法の継続賃料利回りを求めるときに使った、この直近合時点における純賃料、1279万5500円ですね。これを持ってきます。持ってきます。すでにこう求められているんですね。持ってきます。持ってきて、で求めた変動率をかけて、で変動率をかけた後に足すべき価格必要諸経費とは、これ価格時点における必要諸経費と、つまりは積算法のところと共通です。つまり559万足す 0.04x 使って、でやっぱりこれ年額実賃料が求められる式になっているので、イコール x としてこの一次方程式を解いていくことによって、スライド法における継続賃料が168万円と求められるということになってきます。で、問い7、賃貸事例加工です。これ計算しますと169万円と求められます。で、4章適用して、最後結論ですね。1ページ問題文見てください。はい、1ページ戻っていただいて、一番下問い8見てください。問4から問7までにおいて求めた資産賃料を調整し、対象不動産の鑑定評価額を決定しなさい。なお、鑑定評価額の決定により重視した資産賃料、その理由を合わせて述べなさいとなっています。重視した資産賃料とその理由を、まあ、記載しなさいとの指示になっています。理由としては、市場の特性のところから、まあ、表現引っ張ってきてほしかったんですね。それは、8ページ問題文、はい、8ページ開いていただいて、はい、ローマ数字6で対象不動産に関する市場の特性が示されています。そのうちにまずは縦2のところを見ていただいて、縦2ですね、縦2で縦2の、本文2行目ですかね。
1行目最後から、需要者供給者のいずれも、つまり市場参加者は地域の賃料水準の推移動向と比較考慮し、賃貸借条件に関する意思決定を行っているんだということになってきます。市場参加者は地域の賃料水準と比較をして行動しているんだと示されています。さらには下縦語のところを見ていただいて、縦語の最終2行のところ、この場合ってところを見てください。この場合、継続賃料の決定にあたっては賃貸市場における新規賃料水準を踏まえた上で現行賃料をどの程度改定していくかという点が重視されています。さらに継続賃料の場合には、行動としては賃貸市場における新規賃料と比較をして現行賃料をどう改定していくか判断しているんだということになっています。これらの表現を引っ張ってきまして、で回答例23ページはい、一番下のところを見てください。問8、ローマ数字1、本文。同一受給権における市場参加者の行動としては、地域の賃料水準の推移動向と比較考慮して、賃貸借条件にかかる意思決定を行う傾向にあり、継続賃料の決定にあたっては、賃貸市場における新規賃料水準を踏まえた上で、現行賃料をどの程度改定していくかという点が重視されている。したがって、新規賃料と現行賃料との差額を調整して求めた差額配分法による資産賃料と、地域の継続賃料水準を反映している賃貸地で比較を練る資産賃料がより説得力を有するものと判断したとなっています。まあ、この程度は書いてほしかったということになってきます。調整、まあ、書こうと思えばいくらでも書けるんですが、まあ、この程度で逆に言うと十分ということです。問題文、特に市場の特性のところから引っ張ってきて、この満開等例は差価配分法と賃貸事例確保を重視してるんですけど、まあ、差価配分法だけでもいいかもわからないですね。新規との調整を重視しているので差価配分法による資産賃料を重視したでもいいです。とにかく一言市場の特性から引っ張ってきて理由を述べていただいた上で、24ページ最後結論です。鑑定評価の決定です。以上の検討の結果、差額配分法による資産賃料と賃貸事例比較法による資産賃料を重視して、月額実賃料を168万円と査定し、鑑定評価額月額支払い賃料を167万円と決定した。最後の最後で月額支払い賃料で求め方としましては、これ一旦月額支払い賃料をまあ A と置いた形で、これ月額実質賃料を求める式を作っていきます。月額支払い賃料 A で敷金10ヶ月なんで 10A で運用利回り 1%、 これ月額実質賃料を求める式なので一時金割る12ヶ月で求めたこの月額実質賃料168万円イコールで結んで、この一次方程式を解いていくことによって167万円上3桁有効数値で結論としての鑑定評価月額支払い賃料が求められるということになってきます。はい、これ平成30年度の本試験問題ですね。継続家賃の評価だったということになってきます。ではこの類似問題ですね、踏まえて、演習問題ですよね、9回目の演習問題お手元準備していただいて、あと演習については専用の回答用紙があります。演習の専用の回答用紙ですね、9回目の問題用紙と A4 版の縦書き、まあ、縦型ですね、あとはこの B4 版の9ページの回答用紙を準備していただいて、演習については2時間です。2時間時間計っていただいて、しっかりと解いていただいた上で、問題2の解説ですね、受けるようにしてください。では問題1の解説を終了いたします。お疲れ様でした。